新年明けましておめでとうございます。ウェーイあ、そういうノリなの MLK サウンド代表のモンキーと副代表シェリーです、はい、ということで今回は年始の挨拶動画になります。何の企画もございません。グリングリン回んのこれ吊り下げてるからグリングリン回んの斬新。エアコンの空調によってずっと回ってるのよこれ。今年はネズミ年ですね。ネズミ年、今年はね、あのオリンピックとか、ね、いろいろありますね、ありますけどもね、シェリーさんが全く興味のないオリンピック全然ないです。オリンピックに限らずスポーツ全般興味がない。面白いじゃん。なんかスポーツは見るよりやる方がいい、やる派なんですよ、うん、でも見ても面白いスポーツってあるでしょ。今日はまあ今回オリンピックの競技の中でも何個かね、うん、私は見たいのあるんですけど、うん、全然ないの。私シンクロしか興味ないの。高学生の時シンクロやってたので、あシンクロは興味あるんですけど、シンクロぐらいしか興味持てない。スケートボードはちょっとみたいな。あーなんかね、そうあるよね、今年からなんですよね。あとサーフィンかな。あ、そうだね、サーフィンもなんか、ね、そうボード系は好きなので。なんか今年の抱負あります？今年の抱負、とりあえず、2019年が、うん、あ、これ年バレるんだけど私翻訳で最悪だったんですよ。うん、うん、で、一応2020年後役に当たるので、怪我とか病気をせず平和に過ごせたらいいかな思うんです。私 おばあちゃんいや何かとね、病院のお世話になることが多いので。私そうだね、あの毎年のように医療費控除がちゃんと返ってくるぐらいには言ってるもんね。大変な、実際俺も大きな怪我とかを骨折ほどないものの手首脱臼したりとか、ね、腰やったりとかね、顔面麻痺ったりね、顔面麻痺そうだね、大きい怪我をしない、うん、クリスマスの動画を撮るちょい前ぐらいにぎっくり背中っていうのをやりまして、あ、痛い痛い言ったね。そうそうそう内臓疾患じゃないとかすごい怖いことを言うんで、この子がいろいろ調べた結果、あの背中の肉離れってぎっくり背中ってあるんですよって言われて、知らねえよそんなの。魔女の一撃が背中に入ってた、ね、ちょっとずれたんだよね上に。今年はね、まあ健康にというのと、あとまあ音楽的な方ももうちょっとしたいんですけど、とりあえずもっか3月1日の MVP が控えているので。そうなんです、3月1日なんですよ今年。いつもは4月の末なんですけど、3月1日に M3 開催があるので、まあまたここのチャンネルでやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ今後ともこのサウンドイーターのチャンネルもよろしくお願いいたします。あくび出ちゃった。本当に撮影中あくびしすぎなの、あなた出ちゃった去年の一番最後のエナドリの動画眠いで終わりだからね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あれね、私収録してさっき見たんですけど、映像覚えないでしょ。あんまり覚えない覚えてるんだけど途中あんま記憶ない。でしょ、刺身食べてた記憶しかない収録時間が、ね、遅かったんですよ。私10時過ぎると眠くなるタイプなんで、今年は多分いろいろ食べる動画とか、うん、作る動画とかね、作る動画とか、あと一応ね、ずっと冬キャンプって俺の予定表に書いたの。そう、でキャンプ用の企画も用意してるんですけど、いかんせん休みが合わない、ね、合わないですよね。あと一番はあれですよ、率先してやんなきゃいけないのは、ね、一番の企画がございます、ね、ここにあるんですこれはちょっと年またぎでやんなきゃいけない企画だったので、年始の方でやらせていただきたいと思いますので、今後ともぜひサウンドイーターを視聴していただければと思いますでは今回はご挨拶回りということでここまで、次回からまあまた本編ということで、まあ、今日は概要欄の方には何か書いとく？いいんじゃね年末年始もケーキ屋は忙しいですなんか元旦また仕事してるもん。そうだね、そうだね、これ流れてる時にはもう死んでるからね、またね、ホールケーキをさばいてると
というわけで今回はここまでとさせていただきます。というわけで次回また本編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。